プラスにガチ恋してるやつなんで少ないの？わかるやろがよ。わかるだろうがよ。そんなの。おい。ちょっと考えればよ。脳みそ使えばわかるだろうがよ。みんな大好きなよ。みたいなこと言わんからだよ、我が輩は。ちょっとガチ恋。ガチ恋対応できないかな。みんな本当に大好き。もうみんなのことしか書いてないよ。みたいな。やらない、やらなきゃ。でもガチ恋アンケさ、ちょっとみんな、ちょっと我が輩は 36% だったっけ？ちょっと忘れちゃった。37% だ。37% だったんですけれども、他の方がさ、やったらどうなるんだろう。でも3割、まあ確かにね、まあ3割、3割ぐらいでちょうどいいみたいなとこあるか。あ、まあ多すぎてもあれだよな。やっぱ、そうだよね、我が輩。ね、我が輩、彼氏5億人いるとか言ってるから悪い説ありますけれども。いろは殿がガチ恋アンケートだったら 90% いく。なんかさ、いろはにガチ恋してます。言いやすくない？風間いろはちゃんガチ恋生です。めちゃめちゃ可愛い、好きって。言いやすいじゃん。クロエとか。だからみんな言いやすいのがいいなと思う。プラスダークネスガチ恋してます。わらみたいな。なるやん。まあね、我が輩は高嶺の花なんだよな。うん。しょうがないね、それは。うん。いいよ。いや、まあ、ガチ恋全然していいけど。していいけどね、若輩彼氏5億人いるけど大丈夫ですかっていう、しょっぱなぶちかましてしまったからね。なんだ、彼氏5億人いるなら、俺はないんだ、みたいな。気持ちに、ガチ恋に気が向いてた人をね、一周してしまった。